こんにちは、梅本まどかです。今回もレーシングスーツ姿でお送りする梅本まどかのサーキットでゴー by チームリレッツァ、略して梅ちゃんで、あれ山内さんがいない。これどこ行ったんだろう。おお、山内さん。こんにちは、山内です。いやー、レーシングスーツ着てるじゃないですか。ちょっとプロっぽいでしょ。もうちょっとやっぱりあれですね、もうドライバーの方が着ると本当にオーラが全然変わりますね。ちょっと出てる。はい、今回梅ちゃんが初走行ということで、ちょっとスーツ気合い入れて着てきました。いや本当かっこいいです。もういやでも全然私が着ても美味しくなくなりました。これでもうオーラが全然負けちゃって。いよいよサーキット初走行ということで、はい、ちょっと元気入れて、はい、頑張りましょう。頑張ります。頑張りましょう。はい、はい、じゃあサーキット初めて走るんで、うん、その時のちょっとアドバイスとして、まあ、コースを覚えるっていう意味で、はい、一回ちょっと外側をコースインをつくんじゃなくて外を走って、はい、そう走っていこう。で、まあ、速度は、まあ、そんなに出さず、下見みたいな。そう、下見走行で、はいはい、ちょっと落ち着いて走行していけば大丈夫。落ち着いて、落ち着けるかな。ということでじゃあ、はい、グローブとヘルメット装着して、はい、初走行の方、はい、行ってみましょう。はい、まず最初にマスクをかぶって、はい、で、はい、いいね。いやもう緊張してそんなことじゃないです。なんかねえ、どうしよう、緊張してきた。エンジンかけるときはクラッチ踏んで出してね。はい、赤いボタンを押す。はいはい。閉めるよ。はい、緊張する。あ、待って。いや、なると思いますよ。はい。お、クリップついた。お、出してる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 。どうだった？なんか、なんだろう、なんかやっぱ普通に運転するのと全然違って、ヘルメットがこうやって見えなくて、全然外から見てると普通に運転できてたよ。本当ですか？もう、あ、ヘルメットかぶって走ったの初めてで、こんななんか視界が違うんだっていうのと、なんて言うんですかね、本当に初めてじゃないですか、走ったのが。そうね、だから全然違うんだな感。あ、感じた。はい、感じました。あ、でもちゃんとさっきレクチャーした外回り気をつけてとか、はいはい、そういうのちゃんとできてたから。本当ですか？すごい良かったと思う。ありがとうございます。もうずっとドキドキしてる、心臓が。でも今のタイムも出てるってことですね。そう、出てる。あ、じゃあレッツチャレンジオンラインでもう登録できる。そう、もちろん。なんでちょっと登録しに行ってみようか、はい、初登録。
はい、タイム登録で大事なポイント、はい、まずこのサーキットから公式リザルトの印刷をもらうことと、はい、あとこの申告ボードにタイムを書くこと、はあ、自分で書くんですね、これを。そうできました。はい、こんな感じです。はい、1分35秒733です。何ですかこの沈黙は。はい、もっとこのかっこいいレーシングスーツに負けないぐらいのタイム出せるように頑張ります。あと2つ目、うん、このタイヤのトレッド面が見える状態で、はい、まあ、梅ちゃんと車の、はい、そしてこの申告ボードを持って写真をアップすること。あ、なるほど、はい、写真を撮るんですね。あ、じゃあ山内さん撮ってもらってもいいですか。はい、俺がじゃあ撮ります。お願いします。はい、いい感じに。これしゃがんだ方がいいんですか。しゃがんだ方がいいかもね。です、記念の最初の、はい、はい、チーズ。 OK、 はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後に3つ目の日付タイムがきちんと分かるように、はい、あのリザルト表、この写真をアップすることが、なるほど、はい、あ、じゃあなってるので、そして、はい、お願いしてもいいですか。はい、はい、はい、ありがとうございます。じゃあこれで全部撮れたってことですか。そう、ということでアップしに行きましょう。はい、何ぐらいなんだろうね。それでもランキングが出るまでにあの3日間ほどかかるみたいな。そうなんですね。じゃあそれまで結構ドキドキですね。楽しみに待ってたから。本当楽しみですね。あ、みたいな。どうしよう、ならない、まあ、行っちゃえみたいな。はい、梅ちゃん今日はどうでした。そうですね、もうドキドキの、一番ドキドキした一日っていうか今回したんですけど、でもなんだかいつもはバイク乗ってるじゃないですか、うんうんうん、だからすごい体が動くんですけど。あ、そうだね、そのやっぱ固定されて運転するってこと、固定式だからね、はい、体がなんですか。でもなんかすごく安全なんだなっていうのは分かったんですけど、それに早く慣れたいなってすごく。そうだね、ちょっと視界が悪いっていうところ言ってたからね、はい、そこをちょっと慣れるように、はい、じゃあ頑張ろう。はい、じゃあ次回はまずあの今回のサーキット走行の反省から始めたいと思います。はい、反省からですか。いや、ちょっと怖い気もしますけど、でも早くなりたいんで、そう、よろしくお願いします。お願いします。レッツゴーディレッツェル。